加入1周年を記念して5期生全員で競う特別な麦帯選手権です。5期生全員で行う競技は5秒55体内時計です。ストップウォッチを押して画面を見ないで5秒55ジャッスル飛べます。5期生の中で最も5秒55に近かったメンバーにはご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。じゃあ僕で私本気出します。そう、ひなは早く飛べそう。そうなんだよ、さっきでちょっと練習したんだけどね早かったちょっと私は作戦があるのでやっていいですか。いい？ありがとう。近い？ひな、どっちがいい？こっちがいい？見える？やるよ、いくよ、いくよ、せーの、あ、やば、4秒81 6秒数えたのに4秒81でした。あー悔しい、6秒数えたのに。作戦は早撮りだから6秒数えたらちょうどいいんじゃないかっていうやつだったんですけど、じゃあここに481かけますね。4、これ私ペリじゃないですか。あ、いや、わかんない。いやー、やっちゃった、悔しい、全然できてない早かった、早いのかな、ひな、ちょっと早い、早かったみたい、残念今んとこ富里が1位なんじゃないですか。見ていた限りそうだった気がする。すごいなぁ、みんなヨハも惜しかったもんね。はい、結果発表最終日らしいです。優勝者発表はいいなぁ、豪華プレゼントちょっとコメント読もうかな。体内時計が早いのかな、ね、体内時計、そう、せっかちなんだよね。そうなんだよねせっかちなのいつも怒られる、せっかちで歩くのも早いしね、本当にはい、じゃあここで5期生の特別企画をやりたいと思います。5期生は2月1日に加入1周年を迎えました。イエーイ、お願いってくださいで、それを加入してこの1年で印象的だったシーンの絵を描いて私が発表したいと思います。準備できてる？そう、すごい、こんな風に見えるんだね。せっかちな、じゃあ私描いていきますみんな絵うまかったね、本当にびっくりしちゃった。ヒロハの絵とかすごい可愛かったけど、私が印象的に残ってる絵はね、すごいいっぱいあるんだけど、私が一番好きだった景色をじゃあ描いていこうかなって思います。描いちゃうよ、描いちゃうよ。なんかさ、5期生絵うまい子多いからさ、ちょっと嫌だよね、こういうの緊張しちゃうよね緊張しちゃう、本当に。パンとかさ、なんかすごくなかったですか、あの私たちのために描いてくれた絵とか、すごい嬉しかった。で、なんて読むのそれ、ガニーなんて読むのそれ読めないよ、振り仮名振ってねはい、で、ここになんかいろいろあったな、こうして、はい、じゃあ私の一番なんだっけ、思い出、印象的に残っているシーンは、あ、待って、みんな予想して、何書いたと思う。画伯って読むんだ、うん、画伯、そう、それをね予想して。すごい、1万人の人に文字読めないのさ、出してんの恥ずかしい。そう、いくよ、みんな予想言ってよ。あ、今なんかちょっと見えた気がする。いくよ、せーの、じゃーん、見えます、これ、自分のサイリウムがいっぱいの、サイリウムカラー、ペンライトカラーの景色がいっぱいだった
世界中の誰よりきっと歌ってた時ですかね。その時の景色です。綺麗でした。全部紫と青になって、もうどん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 会場がなんて言うんだろう、暖かくして、こうみんなで一体となれたのがすごい変な嬉しかったです。この景色がもう忘れられなくて、宝物ですね本当に。分かったこれ、それで分かるこれ今までで一番ひどいかもしれない。大丈夫そう。ペンダうまいですね。ありが、違う違う、ラベンダーとタウエじゃないんですよ。そうそうなの、うまいよね、嬉しい分かんないとかまあ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 、伝われば誰かに届ければいいです。私はでも本当に嬉しかったです。あの景色が本当幸せでしたよそう、以上1周年デッサンでした大丈夫ですかね、うまいって言った方がいい。すごい、うん、あーすごい、ペンライトがいっぱい、えすごい、これすごい、すごい嬉しい、ありがとう嬉しい。ここでバレは踊りませんよさあやってきましたね。はい、前回メンバーからの宿題、私見てましたよ昨日リアルタイムで、親と一緒にはい、じゃあフリップを見ていきたいと思います。あれどこ行っちゃったんだ、あと、はい、ね、前回メンバーアルマからの宿題をやりたいと思いますアルマからの宿題はじゃん、火の絵掛け算の曲を6の段と7の段言ってね、スムーズにテンポよく。意地悪ですね本当に。私これ覚えてますよ、あるとパンとご飯行った時にね、ひらは 6と7の段が難しいんだっていうことを訴えたら、それを、ね、わざわざ書いてきました彼女。昨日ねこれ言われた時にね、やめてってずっと言ってたんだけどね、決定しちゃってちょっともうね焦ってた本当に。もうこれを待ってた、なんで待ってたの、予習してきたよ。え予習ね、昨日よと一緒にしたんだよ予習さすがに言えるよねってちょっとね披露させてほしい。もういい言って、7とか8がそうなんでむずいよね本当。私途中が難しいんでね、なんか7666みたいなっていう難しいんだけど、やだな、12543万、いや1万3000人の人の前でクク言うのやばくない。私さ小学生の頃校長先生の前でも言えなかったんだよ一人の。もうどうしよう本当に、頑張るねカーニングペーパーないよ大丈夫、不正してない、いきます。6の段もね、61が6、6247、6318、6424、6530、6630、6740、7の段、71が1、7214、7321、7428、7535、7640、7746、7756、7963。言えましたありがとうございます、テンポよくスムーズに言えました。どうでした、言えてますよね、言えてたって言えてたと思うんですけど、どうですかアルタン見てるぽやぽや言ってた5の段とかだったら全然言えるんだけどね、悔しいね、悔しい、もっと実力を発揮したかったです私うん、5の段だったらすごい上手なんだよ本当に、信じて。そう2の段もね余裕だよ本当に、6と7が危なかったの、それを狙ってきたアルタンはちょっと意地悪でしたねはい、じゃあ次、5期生加入1周年特別企画2つ目は5期生、やば、何これ、何これ、漢字が読めないんだけど、ちょっと助けて、やばやばい、タコ、おなげないですもんね、タコ
合ってる、タコって言うんだ。なんかタコ、タコ紹介、タコなんだ。赤いのしか出てこない。はい、明日配信する5期生の紹介トークをします。誰の紹介をしているか皆さん当ててみてください。あー、どうしよっかな。あ、私はね、ちなみに前回のメンバーアルモからはなんて言われたんだっけ。太陽、よく焼肉に行きますって言っていただけたんですけど、太陽よくわかんない。もうよく焼肉に行きますはもう本当にテレサとアルモとずっと一緒にご飯に行くの、月にくらい。そう、仲良しなんですよ。そうで、フリップがねここにあるんだけど、パン描いてくれたんですよ。可愛くないですか、めっちゃ可愛い。え、これ見て、ヒナのバレーシューズ、トーシューズだね、可愛い、パン大好き。はい、ということで描いていきます。ヒントね、誰だと思う、誰だと思う。んー、じゃあね、まずはね、はい、赤ちゃん、わかるかな、赤ちゃん、どうだろうな。で、次はね、あのねモノマネするとね、ひの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 って感じ。わかるかな、わかるかな。あ、そう、あやちゃんはもうね、たんだよね。じゃあ次のヒントね、どうしようかな、どうかな。はい、しわしわ、もう誰か分かったんじゃないですか、どうですか。お、みんな正解が出てきてる。名前書いちゃうよ、いきますよ。はい、さくらでした。当たってる、みんな当たってるね。そう、さくたんなんですよ。さくたんはね、すごい可愛くてね、もう何してもね、なんかもう可愛いってなるの。本当にもうなんかもうね、なんだろうね、な、存在が可愛いよね、さくたんは。私はさくたんとはね、初めて、さくたんはちょっとお忙しい子だから、そう、まだ5期生と誰とも遊びに行ったことないって、加入して半年以上経ってるのに遊んだことがない、ずっとね私に言ってて、で、うん、さくたんをどうにかして遊びについていきたいと思って、私はさくたんに似合うカフェを調べて、そうで、私のお部屋でね、一緒にお洋服とか選んで、で、 お化粧もね、ちょっとさくたんにして、で、一緒にお出かけしたのがすごい楽しかった思い出です。あれ、すごくない、ひな5期生で一番最初にさくたんと遊んだんだよ。すごくない、連れ出しました、さくたん。本当にもうね、幸せだった、その日一日。だってこんな可愛い子を連れて歩ける特権を一日いただいて、もう隣見て可愛いしか言ってなかった気がする。本当に幸せでした。もう可愛い、隣見るだけで可愛い、可愛かったです、さくたん可愛い。私5期生の推しはさくたんなんですよ、ずっと言ってるけど。可愛いですね、可愛いしか言ってない。なんか本当にしっかりしてるしてる時もあるんだけど、なんか性格さくたんって言ったらいいのかな、なんか今までに見たことのない子ですね。うん、いい子、可愛い、可愛いですよ。そんなひーちゃんは偉いですよ、シワシワシワ。はい、って感じですかね。どうですか。じゃあ私はさくたんに宿題出しますか。宿題、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 口で喋る宿題は、じゃあ何してほしい、みんな、さくたんに。私めっちゃやらせたいことあるんだけど、いい、いい、いい。赤ちゃん腕立て伏せもやらせませんよ。やらせんよ、やらせねえよ、さくたんに腕立て伏せ。私がやるよ、じゃあもう。そう、さくたんにやってほしいことは、でんぐり返しもやらせないよ、かわいそう。
ちょっと可愛いんだろうな。そうそうだけど、やらせたいことはね、赤ちゃん言葉で酢炭酸をやってほしいの。私はトリプルアクセルをちょっとちょっとここで氷の用意がないのでね、そう飛んでほしいけどね。そうどうですか、赤ちゃん言葉でシワシワ見たいですよね、みんな。はい、ということで、今日はじゃあシワシワを、サクタンさんシワシワを赤ちゃん言葉でやってもらうにします。やってね、サクタン可愛いんだろうな、明日も見ます。はい、以上ご帰省タコな、タコって言葉定着あります？私できないのかないの。まあタコ紹介でした無理で頭の中にこういう赤いのが出てくるはいそう、じゃあ緊急報告をしようかな。あ、違う、乃木目のお知らせをしたいんだった。そう、じゃあ乃木目のお知らせしていいですか、タコ紹介やばいよね、タコ紹介ってみんな頭の中にさ赤いのいるでしょ。はい、じゃあその置いといて、ご帰省が大雨の決めを開始してから1ヶ月が経過しましたが、読んでくださってる方いますか。はーい、撮ってるよ、ありがとうはい、じゃあやってみての感想、やってみての感想は、私すごい楽しくて、なんかやっぱブログではなんかちょっとリーズブナルなんて言うんだっけなお話もトークだとわーって送れるから楽しいし、あとはね緊急報告がすぐできるから楽しいよね。今日は寒かったね、花粉すごいねとか、そうなんだっけ、そうなの、私は常にサクタンにずっとちょっかいかけてる動画とか撮ってるから、それを定期的に私は一本送ってるあとはお洋服だったりメイクだったり、大好きなそうことをいろいろ送ってるんだけど、そうこれで相談があってねそう電話があるじゃん、あれすごい苦手なの。なんか寝起きもね10回くらい取り直してるんだよ、本当に私の電話って。そう本当朝だから声が出ないから、とりあえず発声練習で5回は取るの。本当にカサカサすぎてね、本当に途中の言葉が消えるの息と一緒に消えるの寝起きはね。そうだから10回くらい取ってんだけど、それいいのかなと思って、どうなんだろう、カサカサ取り直さない方がいい、ひどいよ本当に、大丈夫、いっぱい送りたいなって思ってんだけど、自分の声がね嫌いだから。そうひなの声好きだよ、ありがとう、本当にそんな風に言ってくれて、ひなね本当コンプレックスを好きって言ってくれる人が増えて嬉しいです。電話でココは言いませんよあ、カンニングペッパーありだからできるか言える言える。そう、あそう、どうなんか送っこれ送ってくれたら嬉しいよとか、そういうのあったらひな知りたいんですけど、何がいいですか、ご褒美ありがとう口開いて寝てるんじゃない寝てないよひな、あれそういう意味じゃない寝てるんだけど、口開いては寝てないと思うんだよね。でも確かに口元少し緩いかもしれない。そう、あ、ボコボコの写真引きでください、撮ったかな、いいよ、ほんとおはようでもいい、わかった、そうするあ、はい、じゃあせっかくなので、じゃあこの場で自撮りした写真を番組終了後に送ろうと思います。何を送ってほしいかコメントで教えてください。ください。ドラゴンボールのポーズ？なんかできるかな？瞬間移動のポーズ？今日もお疲れ様送ってほしい。なるべく送ってるつもりなんだけど、いっぱい送るわ、じゃあ。毎日3通くらいお疲れ様送る。にゃんにゃんしてる画像おいしい。オッケー。じゃあにゃんにゃんしてる画像撮ってくるわ、じゃあ今から。いくよ。にゃんにゃんしますよ。これどうしようかな、はい撮ったはい撮った、にゃんにゃんしてきましたよ、
瞬間移動の下いやね、自撮りめっちゃ撮りやってるけど本当にね、奇跡の一枚探すのに必死なんだよ、ほんとひなは。はい、そのわけでじゃあ乃木坂46 11th year birthday live のお話をしたいと思うんですけど、いいですか？いいですかね。めっちゃ撮るよ、本当に。みんなこれくらいだからね、ひなだけじゃないよ。いいですか？はい、全体ライブ、まず乃木坂の歌から始まる全体ライブ、すごく良くなかったですか？私すごいお客さんとの距離の近さにもうドキドキしちゃって、なんか振り飛んじゃいそうでした。本当にびっくりした。楽しかったです、本当に。1回目なんですけど、バスライン立たせていただくの、ちょっとだけ余裕ができました、ちょっとだけ。あ、そう、学生ライブ、そう、学生ライブでね、すごい話したいことがあってね。あのね、私たちすごい早着替えのところがあったんだけどめちゃめちゃ面白くて、もうなんかひなとアルノとアヤが自転車に乗るんだけど、自転車に乗って反対側のステージに行かなきゃいけなかったの、1分半くらいで。で、まあスタッフさんがこう声をかけてくれて、で自転車に乗ってんだけど、なんか私高校3年間チャリ通だったから、もうすっごい立ちこぎで速くて、スタッフさんがね、こう危ないじゃん、一気にピュンってくると、だから自転車取りますって声をかけながらね、こう私の先頭走ってくれるんだけど、私立ちこぎで漕いでたから、スタッフさん抜かしちゃいそうな勢いで、もう自分で自転車取りますって言いながら走った。そうで、可愛かったよ、あるちゃん。あるちゃんは自転車も乗れてなかったし、怒ってくるけどね、それ言うと。あとはあやちゃんはね、サドルをね一番低くしてね、あや専用の自転車があったの、めっちゃ可愛かったの、本当に。もう本当に可愛かった、もうなんか三輪車でいいんじゃないって思うくらい可愛かった、本当。そう、自転車通ります。うん、褒められたよ、スタッフさんにも、早いねって。だからドヤ顔でチャリ通なんでって言っといた。自慢しちゃった。でもね、まだ劣ってなかったよ、感覚は。そう、私自転車乗るのに1年くらいかかって、半年かな、小さい頃本当に運動神経が悪かったから、お父さんと一緒に公園でね、もう血だらけになって怪我しながら泣きながら自転車乗ったの、輪っぱが外せなくて。そう、でもこんな成長したよって、ちょっとどやっちゃうよね。見てほしかった、本当に。シングアウト素晴らしかった、嬉しい、ありがとう。シングアウトの話もしたいんですよ。シングアウトの話どうでした？本当にもう私ね、緊張で息ができなかった、こう手叩いてる時まで。自分がいつ息してたのかわからない、本当に。なんかもう、なんかね、バスラが終わってから燃え尽きちゃってよく天井を眺めながらぼーっとする時間が増えました。でもそれくらい頑張りました、あの今回のバスラは。涙出ました、ありがとう。なんかすごい嬉しい言葉をめぐりでもたくさんいただいて、なんか初めて人のパフォーマンスを見て涙が出たとか言ってくれる方がたくさんいて、そう、すごい嬉しい。そう、シューズ早起きは笑った。いや、ガチやばいからね、1分半で履いてくださいって言われて、もうなんか手がおかしくなるくらいも練習した。日常のね、こうやって入れながら私は履けてったんだけど。その後がもうね、すごいタイムアタックでしたよ。1分半でトーシューズをね、そこ履いて、息を整えて。楽しかったですよ。2万人の方が見てくれてるの、ありがとうございます。本当に何喋ってんだっけ。そう、何喋るんだ。あと何かね、私いっぱいメモってきたんだよ。そう、あ、そう、真夏さん卒業コンサート、私も真夏さんからお手紙をいただいて、すごいもう嬉しくて、なんか私すごい、あの宝物ボックスっていうのがあるんですけど、それに追加しちゃいました。本当に嬉しかったです。もうありがとうございます、私を1年間育ててくださって、本当に真夏さん。はい、ということで3月29日水曜日、32枚目シングル
人は夢を二度見るが発売されます。どうでしたか、もう皆さん聞きました？何が書いてあった？言わないよ、絶対宝物だもん、教えないよ。でも優しいことがたくさん書いてありました。これからも頑張れそうな感じですかね。そう、あとはどうかな、あ、EX 大衆さんにイロパと2人で取材していただいて嬉しかったですよ、本当に。2人でっていうのはなかなかなかったから、初めてだったかな。すごい嬉しかったです。私はスクショタイムが欲しいです。やりましょう、やりたかった、やろう。どうする、何のポーズにする、どうですか、ハートスクール、誰と。じゃあこうか、どうです、ニャンニャンネギ取れてる。え、半目とかやめてね、今一生懸命目開けてたけど、私ドライアイだからさ。そう、プライベートはね、あ、そうだ、久しぶりにね、こう地元に帰って、でお父さんとかお母さんにいろいろご飯を連れてってもらったんだけど、やっぱ爽やかが美味しかったです。本当に爽やか大好き、本当に超美味しかった、美味しかった。みんな食べたことある？爽やか。半目だった？やめて、消してよ、消してよ。いやだ、やめてね、可愛いの撮って。爽やかは一じゃないね、そう、車でちょっと長いんですけど、でもそれくらい好きで、そう好き、レアが好き、私は。なんか焼き加減はそうせっかちだからかな。そう、あとはね、あ、BLT さんにも4月号に掲載させていただいてます。ありがとうございます、嬉しいです。みんなにすごい可愛いって言ってもらえて、ちょっと前回のミーグで調子乗ってる。嬉しい。あれすごいね、びっくりしたのがあってね、寝起きの前髪で撮ったんだよ。アンニュイ感があっていいよって言われて、寝起きの前髪のままなんだよあれ。すごくない？それを様にしてくれるメイクさんにすごい感謝ですよね。何よこれ、ホッチキスって、なんかすごいホッチキスって書いてあるんだけど、話すことで何これ、自分でメモしたんだけどね。あ、これ帰りに買う帰りに買うものでした、ちょっとごめんなさいね。帰りに買うものも話すこととして書いちゃった、ごめんなさいね。ホッチキスこれで絶対忘れなくなったわ。ホッチキスは帰りに買うものでした、すみません。でも偉くないですか、話したいことをたくさんね、こうまとめてね、書いてきたの今台本に写したんですよ。間違えちゃった。はい、ということで乃木曜日、金曜日だって、みんな、あれ金曜日だよね、今日金曜日、そう金曜日、お仕事1週間お疲れ様でした。この見てくださって21,500人の方が見てくださって、本当にもうありがとうございます。お仕事お疲れの中お疲れ様でした。今日の感想、私すごいこういうの好きだから一生喋ってられるんですよね。あと3時間くらい、どうです、ついてくれます？さすがに嫌だよね、減るよね人数。はい。ちょっとコメント読んで今日は締めちゃおうかな。金曜日でした、そんな嬉しいこと言ってくださるんですね、ありがとうございます。そう、ホッチキス忘れない、うん、絶対に忘れないもん今日。ウィンクしていくよ。頑張るね、ホッチキス忘れないように。ついてこれんの？でもみんな今日やりたいことあるでしょ、いっぱい。でもそんな中私の配信見てくれてありがとう。もう 2,000人の方が見てくださる、ありがとう。終わっちゃうよみんな、大丈夫、ひなに言い抜けした方ない？大丈夫ですか？うん、ありがとう。行こうぜ、3時間また企画でやろうね。ありがとう、日曜日ミーグに行くね、楽しみに待ってるね、ありがとう。はい、ということで次回の乃木曜日配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。それでは今日のお相手は若本ひなでした、さようなら。あ、自分で終了ボタンだって難しい。
行くよ、みんなバイバイだよ。いいの？いいの？なんか言い残したことないの？いいの？いいの？最後一冊歌える？行くよ。投げキッス、チュッチュッチュッチュ、またねー、バイバイ。早い、恥ずかしい、逃げる逃げる逃げる、恥ずかしい。